ヘンダイコ軍は、アメリカ合衆国バージニア州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は30万6935人であり、2000年の26万2300人から17.0%増加した。軍長所在地は、独立死活州都でもある、リッチモンド市であるが、同軍には含まれていない、リッチモンドピーターズバーグ地域に位置している。 都市圏としては、リッチモンド大都市圏に属している。1611年、バージニア会社がヘンラ来カスシティを設立したのが始まりであり、1634年には当初の8シャイアの一つとなった。国内でも最古クラスの軍である。独立市であるリッチモンド市は、1871年の州憲法改定で、州内の法人化都市をすべて独立市とするまでは、 ヘンライコ軍に属していた。軍領域は、リッチモンド市とその西、北、東で接している。ヘンライコ軍の形は、リッチモンド市の北側を丸く囲むようになっている。ジェームズ川と近ホミニー川の間にあり、リッチモンド都市圏の約三分の一が入っている。今日の三十万人を超えるヘンライコ軍民は二百四十四点零六平方マイルの計画性の良い町に住み、 美しい住宅街、大きな広がりの肥沃な農地、慎重に開発された事務所、小売店と多様な工業地域がある。リッチモンドインターナショナルレースウェイが、ヘンダイコ軍の中央、ハノーバー軍メカニクスビルに近く、リッチモンド地域のすぐ北にある。さらに、リッチモンド国際空港がヘンダイコ軍東部にある。ヘンダイコ軍は1634年にイギリスが、 バージニア植民地に設立した当初の八区分の一つだった。ヘンライコ軍は1611年に完全に設立され、その後何度も領域変更をしてきた。当初はヘンライコ地区として設立されたがその後すぐに軍という言葉が使われた。軍名は1611年にトマス・デールが設立した町、ヘンライカスにちなんでいた。 1622年のジェームズタウンの虐殺中に、オペチャンカの欧州長が、ポーハタン連邦を引き、その領土、戦士たちがヘンライカスを破壊した。チェサピーク湾の南口ヘンリー・岬、ヘンライカス、ヘンライコシティ、さらに後のヘンライコ軍はすべて、イングランド王ジェームズ一世の長男で皇太子の、ヘンリー・フレデリックにちなんで名付けられた。ヘンリー王子は、 将来有望だったが、18歳の時に、ーチフスによって死亡し、イングランドの悲劇と言われた。1618年11月18日、バージニア植民地の所有者であるロンドンのバージニア会社が、ロンドンを建って、バージニア総督を務めに向かうジョージ・ヤードリー卿に、植民地に立派な政府を形成するよう指示を与えた。1619年、ヤードリー知事は、 指示通りに四つの大きな法人を作って、これをシティと呼び、植民地の開発が進んだ地域に及ぶものとした。その四つとは、下タン、ジェームズシティ、チャールズシティ、ヘンライコシティだった。1634年、イングランド王が人口約5000人になっていた植民地に八つのシャイアスナワチ軍に分けるよう命令した。そのうちの一つがヘンライコ軍だった。 ヘンダイコ軍は当初ジェームズ側の南北両岸に広がっていた。ジェームズ側も国王ジェームズ一世にちなみ、1607年に名付けられていた。ヘンダイコ軍に入っていた地域から10の軍が、その全部あるいは部分が生まれ、また独立市のリッチモンド市、シャーロッツビル市、コロニアルハイツ市ができた。ヘンダイコ軍から生まれた軍としては、1728年のグーチランド軍。 1744年のアルベマール軍、1749年のチェスターフィールド軍とカンバーランド軍、1761年のアマースト軍とバッキンガム軍、1777年のフルバナ軍とポーハタン軍、1807年のネルソン軍があった。1845年、アポマトックス軍の一部もヘンライコ軍だった領域から作られた。 リッチモンド氏は1742年に変大コ軍の町となり、1782年に市として法人化され、1842年に独立市となった。シャーロッツビルは1762年の検証で設立され、1801年に町として法人化、1888年に市となった。コロニアルハイツは1910年設立、1926年に 町として法人化、1948年に独立市となった。リッチモンド市から一連の併合を受けた地域があり、1922年には、チェスターフィールド軍からも、軍の一部が併合され、返来古軍は、現在ある領域になった。20世紀後半に、考古学者たちが、ジェームズ川の南岸、バライナの対岸であり、現在は、チェスターフィールド軍に入っている。 この遺跡周辺に軍はヘンライカス歴史公園を開発した。当初の軍庁所在地はバライナにあった。ヘンリカストはジェームズ川の対岸、バライナ農園プランテージョンにあった。ジョン・ロルフとその妻ポカ・ホンタスがそこに住み、息子のトマス・ロルフが生まれたと考えられてきた。現代でもバライナ農園では、 農業が行われており、週刊高速道路295号線からは東に、バライナイーノンは、市からは北に見ることができる。バライナにあるヘンライコグリーブ邸宅は、ヘンライコ教区の牧師ジェームズ・ブレア博士が、バージニア植民地で長く、目標になっていた新しい学校の計画を、作成したと考えられる場所である。ブレアは17世紀最後の四半世紀で、ヘンライカスから、 その計画を開始し、そこでカレッジがスタートした。植民地議会の要請でブレアは2年間イングランドに旅した後、政府がこのカレッジに認証を与えた。1693年にミドルプランテーションに建設され、ウィリアムメアリー大学と名付けられた。国内で2番目に古い大学である。軍庁所在地は1752年までバライナにあったが、この年に、 リッチモンド氏の新しい返来湖軍庁舎に移された。それから200年以上そこにある。リッチモンド氏は独立氏として分離したが、庁舎は市内にある。マルバーンヒルの戦い戦場跡にある、大砲南北戦争中の1860、ピーターズバーグ包囲戦に先立つ1864年のオーバーランド方面作戦でも重要な戦いが起こり、その後リッチモンド氏が陥落した。 南軍の J.E.B. スチュアート将軍は、1864年5月12日に、ヘンライコ軍で起きたイエロータ版の戦いで、致命傷を負った。1870年以前、リッチモンド町、後の市は、軍内にあった。1870年の新憲法の下で、さらに1902年憲法で明確にされて、リッチモンドは、独立市になった。しかし、軍長、 19世紀末と20世紀初め、いくつかの小さな法人化町が衆議会の方で認証された。主に、リッチモンド市に近いがその地域の外にあった。州務省が挙げている町は以下のものである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は245平方マイルであり、このうち陸地238平方マイル。 水域は7平方マイルで、水域率は2.67%である。ヘンライコ軍は、アーリントン軍と共に、独自の道路を維持していることで、州内二つしかない軍の一つである。これは1927年に、バージニア州交通省が設立される以前に、軍の交通部を持っていたことによっている。州交通省は百三十二年に、大半の軍の地方道を引き継いだが、 ヘンライコ軍とアーリントン軍はそれまでの管理を続けることを認められた。道路体系を制御できることは道路の需要に合わせ開発者に資金提供を要求できるので都市計画立案者にとっては大きな利点と考えられている。軍内にリッチモンド国際空港がある。アムトラックの旅客駅があり、またリッチモンド市と隣接するチェスターフィールド軍が共同所有する。 FTA 主本公共事業会社、グレーター、リッチモンド交通社がバス便を運行している。主要高規格道路、週刊高速道路、アメリカ国道バージニア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2012年3月時、変来コ軍は、指名によって選ばれる軍マネージャーが運営しており、マネージャーは軍政委員会に対する責任がある。 軍政委員会は定員5人であり5つの小選挙区からそれぞれ1人が選ばれている。1992年返来大古軍で最初にオフィサーと呼ばれたのは1871年12月14日に特殊警察官を指名した時だった。その後は1908年になって軍政委員会が騎馬警官に使うことを推薦した。1915年 t ウィルソン o n が初代警察署長に指名され、今日の警察署が始まった。軍が1934年に軍マネジャー方式に転換した時、8人の警官がいた。1938年、軍政委員会は警察部を軍マネジャーの直下に置き、保安官事務所との政治的な結びつきを排除した。その後の70年間で警察部は着実に成長し、 改善を続けた。現在は584人の定員が認められている警察署長が軍内の法執行官の長である。警察署長は軍、選挙でほぼばれる保安官の主要任務は官官。返来古軍警察署は法執行機関認定委員会とバージニア、州法執行専門基準委員会の認証を受けている。軍内に法人化された町はなく、 また新しく自治体を作ることもできない。変イ湖は人口密度が1000人平方マイルを超えており、州法で新しい町や市の創設が禁じられている。このような軍は他にフェアファックス軍とアーリントン軍がある。国勢調査指定地域の多くは郵便用アテナに最も近い主要都市であるリッチモンドを使っていた。しかし、2008年、 軍民はその税金の大半を払っている地方名を使う権利を勝ち取った。2008年10月1日時点で軍内大半の郵便宛名は返来庫に変更された。これで軍は少なくとも年間500万米ドルを回収できると言っている。さらに州内の多くの地方が大都市名ではなく住んでいる場所の郵便宛名を使うことを認められるよう動き始めた。 アルトリアグループがその本社を軍内の未編入領域に置いている。2003年、フィリップ・モリスがその本社をニューヨーク市からバージニア州に移すと発表した。元の本社では約750人の雇用を守る計画であるとも告げた。広報担当のブレンダン・マコーミックはこの移転で年間6000万ドルが節約できると考えていると語った。軍内にある 他の会社としては、変来古イコ軍軍債は、国内3つの格付け機関から、トリプル a の格付けを得ており、全国的にその健全な財務を評価されている。軍民は、変来古イコ地域精神医療開発サービスを受けており、これは、国内でも、最良の公的支援精神医療回復機関である。サービス量は、患者の経済状態に合わせており、急防していて、 治療を受けられないようなものでもサービスを受けることができる。サービス料払えないからといってサービスを拒否されることはない。返来古軍の2011年包括的財務報告書によれば軍内の主要雇用主は次の通りである。返来古軍公共教育学区には小学校45校、中学校13校、高校2校、職業訓練校2校がある。2001年学区は アップルのアイブックを各高校生に配布し始めた。2003年にはこれを中学生にも始めた。2005年、返来古軍教育委員会がアイブックの代わりにデルのデルインスパイロンを高校生に配布することに決めた。2006年、教育委員会は中学生にはアップルのアイブックを使い続けることを決めた。1580万ベイドルで1万3000台近い。 パソコンを購入した。2010年、教育委員会は新しく、ホルマン中学校とグレン・アレン高校を開校した。ありがとうございます。